篠崎愛。1992年2月26日生まれ。出身地、東京都。身長160センチ。血液型、A 型。2006年、14歳の時にグラビアアイドルとしてデビューした。女子中学生専門のグラビア雑誌、チューボーの看板娘として人気を博す。2007年6月、週刊ヤングジャンプの読者投票型アイドルオーディション、セイコレグランプリで、準グランプリを獲得。また、ドラマ、24の瞳で女優デビューを果たす。2008年、シングル、M をリリースし、歌手デビューを果たす。2011年1月、4人組アイドルユニットである、フェールのメンバーとしても活動を開始。同年、ヤングアニマルで2011年度ミスヤングアニマルグランプリを獲得。11月には初の主演映画が公開された。2016年、韓国の雑誌マキシムコリアの表紙を飾る。発売前の予約で品切れになり、品切れ女として話題になる。2021年9月24日発売のフライデーで、約4年ぶりにグラビア復帰。篠崎愛は子供の頃は活発な性格だったと語っている。けれども年齢を重ねていったら、人見知りな性格になってしまったそう。また、現在は歌手としても活躍している篠崎は、幼少期から歌うことが好きだった。しかし、子供の頃は恥ずかしさが勝り、人前では歌えなかったという。今では、仕事をこなすうちに人前に出ることも平気になってきたそうで。いろんなことに挑戦したいので、楽しいことをどんどんやりたいとコメントしている。そんな、篠崎愛さんをこれからも応援しましょうね。